ます。今日は最終日ですからね、元気いっぱいに PR お願いします。それでは大丈夫でしょうか？大丈夫です。OK でございます。参りましょう。PR タイムスタート。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。僕たちはですね、静岡県最南端にあります御前崎市から、来ました、上にいるのが波丸、下にいるのがふうちゃんです。どうぞよろしくお願いします。はい、このゆるキャラグランプリですね、舞台に立つのは初めてです。とても嬉しく思っています。全国の皆さんに少しでもですね、知っていただければと思います。まずはこちらの男の子の方、波丸の方を紹介いたしたいと思います。御前崎市にですね、昔から伝わります、波小僧、波小僧伝説というものがあります。そちらに由来するですね、妖怪の男の子です。頭が大きいもんですから、動きづらいと思っている方がたくさんいるんじゃないかなと思います。でも皆さん、波丸はですね、ジャンプもね、できるし、動きも見ての通り軽快でございます。それからですね、波丸とても元気いっぱいですね。趣味はサーフィン。僕が持っているサーフボードですね、こちらの方でサーフィンしたり、魚釣りをしたり、マリンスポーツが大好きです。で、それからこのデベソですね、デベソの方を触ると運が上がるようですので、 できればぜひブースにお立ち入りください。そうすれば運も上がると思いますの で、女の子の方はちょっとチャンス目の方からね、説明いたします。下にいます女の子、名前はふーちゃんと言います。静岡県の海を守る御前崎灯台は多くのカップルたちのデートスポットです。とふーちゃんのチャームポイントは耳になっています。ぜひふーちゃんの耳を触りに皆さんブースの方へお越しください。よろしくお願いします。10秒前。はい、ありがとうございました。ではバッコーライバッコーライ、はい、ありがとうございます。お次のゆるキャラさん、スタンバイをお願いします。おっとっと、大丈夫でしょうか大丈夫でしょうか。大丈夫、よかったよかった。それでは PR 前